スリーダーでもあるコターバックの吉田君ですかね。このリーグ戦ずっと出てますよね。ボールキャリーの回数も多いですから。佐藤、まあ、東京佐藤、佐藤、前が空いている、佐藤走っていく、タッチダウンですかね。あ、タッチダウン、タッチダウン、背番号33、32ヤードからのファーストダウン。今度は森川、森川君の非常にパワフルなオフタックのついたラン。広永、いいセカンド、吉田自ら走っていく、吉田走り込んでいく、吉田タッチダウン。クォーターバックパスでいく、奥投げていく、インターセプト、リターンしていく、高見、見事なカバーをピッチして、森川前で捕まえました。素晴らしいタックル。はい、東大の方は自分のチームがオプション、再び今度はクォーターバック。そうですね、この、クォーターバックのキープは非常によく明治止めてますよね。今吉田自ら走っていく、吉田まだ走っていく、吉田タッチダーン。なんか今捕まりそうで捕まらなかったですよね。中央、広永、広永走っていく、ロングゲインとなりました。ゲインになりましたけど、今途中スイング、広永へのパスでしたが、ここは前から詰めていきました。そうですね、ラインバッカーの右足、はい、成功しましたね。キック成功です。明治3点。穴田自ら走っていく、うん、ファーストは更新できましたね。今度は自らの足でファーストダウン。森川、中央走っていく、森川、あ、いや、タッチダウンですね。突破していってタッチダウン。森川塁、はい、40秒計いっぱい使ってますね。森川、森川吉田自ら走っていく、余裕がありました。タッチダウン、4年生吉田拓郎再びタッチダウンを決めですね。まあ、後半に入って、まあ、前半は